十四日間、ピラティスチャレンジ、体改造計画。ピラティスってなに?。なぜピラティスがいいの?。まずは一日目、デイワンを始める前に、こちらをご覧ください。皆様、こんにちは。 バルセロナののびスタジオノののです今は世界でコロナウイルスの感染が拡大しておりましてスペインでも2週間のの外出出禁止勧告が出ております、えー、世界中で皆さんこうすごい大変な時期なんですけれどもせっかくなのでこの2週間を体を変える大改造計画を立てたいと思います。 詳しいプログラムの内容は1日目から14日間まで分かれているんですけどこの下で、えー、と下の概要のところを見てくださいで,すか、えー、とではまず最初にイントロダクションですね、えー、とピラティスって何、ね、そしてなぜピラティスが体にいいのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います、えー、とピラティスっていうのは1880年代にドイツで生まれたミスター・ピラティス ジョゼフ・ピラティスさんという人から考え出されたメソッドなのでピラティスと言われていますなんで結構昔なんですねで彼はすごく喘息とかくる病とかを持っていてすごく体の弱い少年だったんですなので、えー、と自分でね、あのーまあ、この体を鍛えたりとかヨガをやったり機械体操そしてボクシングをやって体を変えていきます それがまあすごいベースになっているんですけどね。でその後、えっと第一次世界大戦が勃発しまして、彼が捕虜にイギリス軍に捕虜に取られるんですね。でそこで怪我をした兵士たちですねをリハビリ目的として自分が考え出した運動を教えていきます。でヨガに似てる動きがあるっていうのは彼は彼が昔ヨガをやっていたからなんですあのそのヨガの動きなども取り入れながら。 東洋的思想と西洋的思想を組み合わせたと体のまあリハビリ目的の運動っていうのがピラティスなんですね。でその後1925年25年ぐらいにアメリカに彼が渡ります。でそこでアメリカのニューヨークでニューヨークバレエ団が入っている同じビルに彼がスタジオを構えるんですね。その頃はまだピラティスというメソッドとは呼ばれていなくて、ただそのニューヨークバレエ団の ダンサーたちがこれをやるとどうも怪我は治るらしいとか怪我をしないらしいとしてあの彼のスタジオに通い始めるんです。でそこからだんだん有名になっていきます。えー、本当に有名になったのはねあのピラティスさんがもう亡くなってからなんですけれども、これが由来です。ねじゃあなんで体にいいのかっていうとあのやっぱりピラティスはですねすごくこの体の バランスを気にするんですね。そしてこの骨格、正しい骨格に基づきながら筋肉をまんべんなく鍛えていきます。でなので、あのすごく意識とその体の VV をこうつなげながら少しずつ体を変えていくんです。なので、えー、と変化が、体のこう姿勢の変化が現れてくる。そしてあの大きな筋肉だけじゃなくて体の小さい筋肉も鍛えていく。というので、 えと怪我をしにくい体になるそして痛みが取れていくですねで体のバランスが整っていくってこういうメ,スこういうメリットがあるんですなのであのどんな方でもでもきます、えー、年齢も関係なくそしてリハビリ目的でもできるしもしくはアスリートの人が体を鍛えていくこともできるという、えー、とすごくマルチな。 エクササイズなんですねで,ですので体に良いと言われています